流れよ我が涙、と警官は言ったわ。アメリカの SF 作家フィリップ・ケイ・ディックの SF サスペンス小説。1974年に発表され、翌1975年に、ジョン・ W ・キャンベル記念賞を受賞した。同年のネビュラ賞最終候補にも上がっていた。日本では1981年に、ともえだやすこによって翻訳され、サンリオ SF 文庫から刊行された。 1989年に早川文庫から流れ弱が涙と警官は一たの題名で再刊2013年に早川文庫新装版が刊行されたパラレルワールドを手法として使った現代 SF としても評価されている舞台は1988年10月11日のアメリカ合衆国巷では ジェイソン・タバショーと呼ばれるバラエティ番組が話題となり、常に高視聴率を維持し続けている。その番組の司会は、3000万の視聴者から愛される、容姿端麗の男、ジェイソン・タバー。歌手でもあり、俳優でもある、いわゆるマルチタレントであり、火星のコロニー住民にも存在を知られているが、その経歴などは謎に包まれており、ファンにも彼の実の姿を知る者はいない。 実は彼は遺伝子操作を受けて生まれた新人類スイックスと呼ばれるデザイナーベビーであった。彼らはあらゆるところに拠点を置いて生活している。彼の番組は夜中に放送され、多くのファンを魅了しており、私生活も悠々自適であった。ある日、彼は見知らぬ安ホテルで目を覚ます。気がつくと、手元の身分証明書がなくなっており、 馴染みのある知人やファンからも存在を忘れ去られていた。突然の理不尽な出来事に納得ができないタバーは、あらゆる手段を使い自分のアイデンティティを取り戻そうと、する。しかし、物的な証拠は見つからず、国家のデータバンクからも存在自体が抹消されていた。本人が生じしているアイリーすら偽造のものであった。彼は存在しない男になっていた。もはや誰も、 自分の存在を知らない、無色透明な存在、自分に関する手がかりを探していく中で警官にも追われることとなり、彼の身に次から次へときっかいな出来事が起こるようになる。そんな中で自暴自棄になった彼が起こした行動とは、ラストは衝撃的な事実が明かされることになる。本作は順風満帆な生活を送っていたはずのタバーがすべてを失い、 存在さえも国家から抹消され、自我が崩壊していく過程と現実の裏にある不条理さを描いた作品である。本作には執筆者のディックの経験が反映されている。ディックはこの当時薬物依存症であり、妻子に逃げられるなど悲惨な死生活を送っていた。ディック自身によれば、本作の原稿自体は1970年にはすでに完成しており、 その間に何度も遂行を重ねていったそうである。彼にとっては死の迷宮以来4年ぶりの作品となる。現代社会を風刺したような内容から発表当時から現在に至るまで賛否両論の評価がある。しかし本作が与えた影響は大きく、後の文学やアニメ、漫画などにも影響を与えている。大原麻里子の諸女少女漫画家の年力でも 本作のタイトルが冒頭で引用されている。なお、本作のタイトルは、ジョン・ダウランドの歌曲、流れよ、我が涙が由来となっている。本作で鍵となる、スイックスは、本編で、あまり言及されていないものの、同作者の、アンドロイドは、電気羊の夢を見るかにおける、アンドロイドたちと同質の存在である。遺伝子操作されて生まれたという点で大きく違うものの、 彼らには、通常の人間にあるはずの悲しみという感情はなく、機械的であり、人間味にも欠けている。体の構造は、人と変はないが、念も取らず、誰しもが一度は考える生死についても疎い。そういった部分では、同じ存在であると言えよう。それゆえに涙を流せないである。彼らには、人が死んだり自分に苦しいことがあっても嘆いたり、悲しんだりはせず、無感情であり、 それが理解できない。その対比として、登場人物の人間は、感情的なものとして描写されており、非常に人間臭い。こうしたテーマを、ディックは、他作品でも取り扱っており、類似性をうかがい知ることもできる。サイバーパンクを先取った作品でもあり、劇中では、チャットや SNS などに近いシステムも登場する。2009年に、ターミネーター四の制作会社である、 ハルシオンカンパニーの経営者、ビクター・クビチェクとデレク・アンダーソンが本作の映画化を決定したことを発表した。公開年などについては未定。ありがとうございます。